走行中2つの障害の落下がありました。減点が8点、減点が8点でこの成績現在第7位です。入場してまいりましたのは16番の選手、日本大学から筑後優子選手と応戦の出場です。さあこの第6障害、中障害飛越競技 C クラス、1メーター20センチクラス一般班、残すところあと5組になりました。現在のトップを走りますのはベテランライダー、アバロンヒルサイドファームの竹宮忠弘選手と、シンプリーレッドセカンドが減点ゼロ64秒29という速いタイムで現在トップ。それに続きますのが明治大学の1年生中村幸喜選手とルーナ71秒97、現在第3位が立教大学の石栗里美選手74秒93、そして現在第4位が日本大学の2年生東木幸和選手74秒98と続いております。この4組が減点ゼロ。日本大学の3年生筑後優子選手、この応戦は宮城県で生まれましたサラブレッド11歳の戦馬。とうとうアマルフィという名前で地方競馬を13戦したことがあります馬。走行タイムが67秒54、走行中2つの障害の落下がありました。減点が8点、減点